どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。俺的映画速報第139回。俺的映画速報では今週の映画興行収入ランキングに語っていきます。ということで、11月13日14日の映画興行収入ランキングが興行通信社より発表されました。今週はこんな感じ。はい、というわけで今週は新作が一作だけになっちゃいましたね。まあ、上位も、なんだろう、微妙な変動をしているという、なんともね、先週に引き続き、微妙なランキングになってますよ。はい。そして、今週のね、1位ですけど、先週2位でスタートを切った、映画、すみっこ暮らし、青い月夜の魔法の子、アスミックエスですね。土日2日間で動員12万5000人、興行収入、1億5400万円を上げ、公開から2週目にしてシリーズ初となる1位を獲得しました。累計では動員38万人、興収4億6900万円を記録し、最終興収15億円に迫るスマッシュヒットを記録した前作を上回る高ペースの興行となっています。11月18日には大ヒット御礼舞台挨拶の開催、19日からは入場者プレゼント第2弾の配布も控えており、さらなるブーストに期待がかかるそうです。ということで、はい、今週の1位はね、すみっこ暮らしでした。いやー、先週僕何が1位になるって言いましたかね。なんか新作もね、なんかこう、パッとしたのが来なかったですね。はい。何なんですかね。というわけでね、ちょっと、ここのとこ対策がかかってないもんですから、ちょっとしたことでね、順位が入れ替わってしまう。そして周囲もですね、興行収入がですね、あんまり大きくない。今回は1億5400万円で1位ですから、普段ね、大きい時はね、3億円、4億円っていきますけど、今週はちょっとね、興行収入1位が、しょぼい感じになってしまいましたけども、それでも、このすみっこ暮らしは、前作、15億円いったんですね、最終興収が、に迫るスマッシュヒットを記録した前作を、上回る高ペースということで、はい、どこまでね、記録が伸ばせるか。前回、今のところ、累計では4億6900万円を記録しているそうですということでね。はい、まさかこれが1位になるとは思いませんでしたね。僕は先週1位はエターナルズがね、守ると思ったんですけどね、こちらが1位、首位を守るんじゃないかと思ったんだけど、2位でしたね。こちらは土日2日間で動員9万6000人、公衆1億5400万円上げるも、ワンランクダウンの2位ということで、1億5400万円、これあれですね、1位の住みっこ暮らしと同じですね、興行収入は。ただ、観客動員数が、住みっこ暮らしが12万5000人、エターナルズは9万6000人ですもんね。まあ、要するに、あれですよ。人数少ないのに興行収入が高いのは、IMAX シアターとかね、追加料金がかかるからですね。累計では動員50万人、興収7億円を突破しています。ということで、まあ、ちょっとエターナルズはね、どうなんですかね。まあ、ちょっと地味な感じしますね。やっぱりクロエジャオ監督っていうこともあり。で、出演者たちも、なんか全体として、おっさんとかおばちゃんが多いじゃないですか。ねえ。これといった感じの人が出てないんですよね。花がない。花があんまりないかな。こう、たくさん人数出てる割に、こう、ビジュアル的に今一つ、花がないような感じしません？地味というか。まあ、とにかく、おっさんとおばちゃんばっかですからね。そういうのもあるんじゃないかな。はい。そして3位は、バトンですね。先週4位だったんですけど、今週はワンランクアップしております。累計では動員66万人、興収8億円を超えましたということで。どうだろう、10億いってくれればいいですね。まあ、10億円目指すといったとこでしょうか。
バトンは3周目か。10億いくのかな？どうなのかな？ちょっとわかんないですけど。言ってくれるといいですよね。エターナルズは、エターナルズが7億円か。バトンもなかなかね、ミステリー趣向を凝らした、ちょっと変わった映画なんですよね。原作読んでないんですけど、なんか、原作にはね、ミステリー的な趣向は凝らされてなかったみたいですね。はい。まあ、脚本はね、なかなかね、そういう意味では、うまかったのかな。まあ、ちょっと、このミステリー的趣向がね、微妙な感じがしないでもないけど、ミステリーとしてはね、ちゃんと作り込まれていましたよ。微妙でしたけどね。はい。ミステリーにする必要があったのかなっていうのはちょっと思いますけどね。公開から3週目を迎えた劇場版ソードアートオンライン、プログレッシブ、星泣き夜のアリアは、先週5位からワンランクアップの4位です。11月13日に東京新宿バルトナインで行われた大ヒット舞台挨拶のライブビューイングが全国の映画館で行われ、集客につながったと見られるということで。はい。相変わらずの人気ですね。すごいですよ。劇場のね、公開規模そんなに大きくないですからね。196だから。まあ、中規模公開といったところで、未だにここにいるわけですからね。同じこの、昨日何食べたは298もあるのに、それを超えてるわけですからね。大したもんだと思いませんか。はい。もう老後の資金なんかね、まだ2週目にして、こんな感じですから。あれ？あれ？老後って2週目？あれ？ 3 週目じゃない？ 2 週目ですか？そうだよね。3、これ2じゃないね。これ3の間違いですね。はい。まあそんな感じですかね。そして、話が逸れてしまった。劇場版、昨日何食べたは、土日2日間で動員7万3000人、興収1億600万円を上げ、5位になりました。累計では動員52万人、興収7億円を突破しているということで。まあ、なんかね、ここら辺7億、8億の映画多いですよね。エターナルズが、エターナルズが7億で、バトンが8億で。昨日何食べたが7億円を突破ということで。まあ、10億は行くのかな？どうなんでしょう。はい。そして、今週唯一の新作がこっち。天ゴーカイジャーということで、こちら9位ですね。スーパー戦隊シリーズ、なんと35作目となる海賊戦隊ゴーカイジャーの10周年を記念した V シネマ作品ということですね。まあ、リリースに先駆けて、限定公開ということですよ。おお、期間限定上映ということですね。まあファンの方にはね、たまらないんじゃないでしょうか。そして、こちら007、あ、007って言わないよね。007ですね。公開から7週目を迎えた8位のこの007なんですけど、動員が累計で174万人。公衆が25億円を上げているということで大ヒットですね。そして燃えよ剣、こちらは動員77万人、公衆は10億円を突破しているそうですということで、まあ一応10億円のね大台を超えたのでヒット作ということになりますかね。はい。これが10億か。それだったらまあ昨日何食べた、バトン、エターナルズもそのぐらいで、落ち着くのかなってとこですかね。はい。まあ、今週はちょっとね、全体に地味な作品で対策もなかったですからね。さあ、今週はね、何が始まるのかちょっと見ておきましょう。モグラの歌ファイナルか。工藤官九郎さんのね、まあ僕もこれモグラの歌今まで全部見ていますけど、なんかね、あんま好きじゃないな、なんかね、ちょっと下品なんですよね。下ネタに走っちゃってて、なんかね、あんまり好きじゃないんだな、これ。ちょっと下ネタだけど下品なんですよ。ちょっとあんま好きじゃないな。だけど多分これが来週1位になるんじゃないですかね。どうなんでしょう。あ、星評価高いですね、今んとこ。そして、
聖地 X、 これ入江優監督のね、聖地 X、 これ僕は個人的にはホラー映画ですけど、まあ楽しみにはしていますね。他はどうだ、ずっと独身でいるつもり、この美男美女にそんなことをやられてもね、何の説得力もねえんだよ。パワーオブザドッグ、そうですね、今週も次回もあんまないかな。12人のイカれたワークショップ、どうですか皆さん、見たいのあります？モスル、あるスワット部隊の戦い、これちょっとね予告編見たけど、これ、見たいかなみたいな。あとこれリトルガールっていうのもね、男の子の体に生まれ女の子になることを夢見ているサシャって、この子が可愛いんですよ。本当に男の子なのかなこの子。あとこれタイトル洗います、何これ、自宅警備員と家事要請って何すかこれ。へー、函館港イルミナシオン映画祭2019で、シナリオ大賞特別賞、荒俣宏賞を受賞したか。へー。自宅警備員のフェアリーテイル。なんかこっちの方がね、このタイトルの方が良くない？自宅警備員のフェアリーテイルの方が良くないですかね。自宅警備員と家事要請って。ちょっとよくわかんないですね。これなんかな、どうだろう、面白いのかな。78分か。どこでやるんだろう。そうですね。だから来週もこれといった対策がないので、まあまあ、このモグラの歌ぐらいですかね。ということは、またこの微妙な順位変動があるぐらいで、収まっちゃ、とどまっちゃうのかな。まあ、対策が入らないとね、やっぱり動員も全体として伸びない傾向にありますよね。はい、というわけで、毎週恒例ミニシアターの興行収入ランキングも見ていきましょう。今週はこんな感じ。はい、というわけで、新作がね、1、2、3本入ってますね。2本は、そのうちのね、2本はアニメです。で、もう1本はドキュメンタリーということになってます。1はこちら。広角機動隊ですね。2020年4月からネットフリックスで配信された広角機動隊シリーズの初のフル 3DCG アニメーション、広角機動隊、SAC-SAC-2045 のシーズン1に新たなシーンを追加して再構成し、前編フルグレーディングを施した劇場用長編アニメーションとのことです。シーズン1全12話をもとに藤井道人が監督として構成を手掛けたということか。どういうことかねこれ。ネットフリックスで配信された作品を再構成してフルグレーディングというのは色を変えたって、ちょっと色合いを調整したってことですかね。まあファンの方はね、まあそうね、大画面大音響で見れますからね。ついにネットフリックスで配信された映画を、はい、それも1年以上前に配信された映画をまた劇場にかけるなんていうことまでね始めたんですね。まあその代わりちょっとね、グレーディングを施したということでね、色合いを調整したということで、はい、一度で一粒で二度美味しいビジネスですね。はい、そして、3位がね、サマーゴーストになっております。3人の高校生と幽霊が織りなすひと夏の出会いを描いた短編アニメーションですね。小説、君の水蔵を食べたいの総画や劇場版名探偵コナンシリーズをはじめとするアニメ作品への参加など幅広く活躍するイラストレーターのラウンドローが監督を務め、作家オツイチとしても知られる足立弘隆が脚本を手掛けたということでね。あ、オツイチさんね、あの作家のオツイチさんなんですけども、最近なんか映像の世界、なんか前なんか何だったっけ、なんかホラー映画監督されてましたよね。なんか映像の世界にね、映像の世界に今ちょっと入ってらっしゃいますよね、オツイチさん。
これがね、今週のミニシアターの第3位となっておりますということで、そして第5位がこちらですね。はい、さよならアメリカということで、こちらは細野正臣が2019年にアメリカで初めて開催したソロライブの模様を収録したライブドキュメンタリーとのことです。2019年日本の音楽界を代表するミュージシャンの細野正臣がデビュー50周年を迎え、初となるアメリカでの単独公演をニューヨークとロサンゼルスで開催したということで、まあそちらのドキュメンタリーということ、ライブドキュメンタリーということになってるんですかね。まあ細野さんといえばね、僕が小学校だか中学校の頃ね、坂本龍一さんたちと YMO なんてね、イエローマジックオーケストラだったっけ、なんかそんな感じでしたね。電子サウンドを使った一世風靡してましたけど、懐かしいなぁ。なんかね、ナムコのゼビウスの音楽なんかも手掛けているんですよね。あのゲームの音楽というか、そのゲームの音楽をアレンジしたミュージックなんかも結構当時話題になりましたけどね。いや、細野さんやっぱり根強いファンの方が多いんですね。こういうドキュメンタリー映画ができるぐらいですから。まあ YMO ね、坂本と龍一さんもすごいけど、細野さんももう神ですよね。ミュージシャン、神ミュージシャンですよ。50周年すごいな。この世界でやはり50周年ね、生きて、続けていられるっていうのがすごいですよね。50周年って、はあ、もう僕が生まれてからずっと2019年で50周年ってことは、1969年に活動スタートしてるわけですよ、音楽活動をね。で、1969年って僕が生まれた年なんですよね。僕が生まれてからスタートして、ずっと音楽活動を続けていられるって、すごくないですか？やっぱ神ですよね。まあ、ファンの方たまらないんじゃないかな。アメリカで初めてって、こう、アメリカでソロライブで、ちゃんとお客さんが来るっていうのもすごいですよね。いやー、ファンの方はね、これたまらないですよね。まあ、年配の方？僕ら世代の年配の方が多いとは思うんですけども。はい、そんなわけで、今週のミニシアター興行収入ランキングは、こんな感じで、まあ、新作入ってはいますけどね。まあ、ちょっと全体としてこちらも地味な印象ですよね。今までずっと東米が入ってましたけど、東米抜けてしまいました。落ちてしまい、県外に落ちてしまいましたね。はい、そういうわけでね、来週は一体また何がね、ミニシアター入ってくるのか。先ほども見ましたけどね、どうですかね。皆さん見たい映画ありますか？まあ、ちょっと何とも言えないですね。来週も。まあ、微妙だな。俺的映画速報もあまりにも微妙すぎるとね、再生数に影響するんですよね。というわけで今週も今回この動画もおそらく再生数回んないんじゃないかな、ということで。はい。で、ちょっとね、映画見に行きたいなと、見る映画が今一つ見たいと思う映画がね、今週ないんですよね。今日もね、渋谷とかにちょっと、今日 iPhone 買いに行ったんですよ。iPhone Pro、13 Pro を買いに行ったんですけど、渋谷に行ったんですけど、ついでに映画館行こうかなと思ったけど、なんか今一つね、見たい映画がないんですよね。はい、そんなわけでね、今週はこんな感じになりましたということで、来週も、よろしくお願いいたします。以上、ミステリー作家の名の吉でした。それでは皆さんごきげんよう。バイバイ。